あのさ、ネットにさらさないか、俺が反応し、ちょっとさ、自分の彼女ブス選手権やろうぜ。俺しか見ねえから。可愛いわけねえだろ。Gmail に送ってきて。俺が、ちゃんとあの、これさすがにネットにさらすのは良くないから、それできないから、俺が見て、あの、ちゃんと言葉で伝えるわ。誰に似てるか。自分の彼女ブス選手権。あぶねえ、俺はゴロちゃんを今押しますって言うことしたとやめよう。そう、なんか、別れた女悪口のよくないから。まず俺からだっつってパチッって。今、将棋の歩を動かすように今、ゴロル出そうとしちゃった。可愛らしいんだよ。あ、よし、メール来た。俺のブスの彼女を晒すなよって。厳重注意してやろう。ちょっと待って、一応な。まず、あの、あれしようぜ。留飲を下げよう。ブスの彼女。おー、いいじゃん。すげえ、お前かっこよくね。なんでお前かっこいいのこんなに好きやってんの。すごい、あの、安藤夏に似てるな。見せない、ごめんごめん、見せらんない。もうメールもへそこまやから。なんでブスって自覚して、なんか、優しい。じゃ、なんで付き合ってんの。見た目、見てくれだけ、いや、多分本物だ、これ。自分もちゃんと映ってる。消した、メール。消した消した。いや、ほんと安藤夏にぴったりだよ。あ、え、また来た、また来た。お前らどんだけブスと付き合ってんだよ。あ、でも俺の教えをちゃんと、あれしてるんだ、聞いてるんだ。そう、まずはね、みんなこれ聞いて、ほんとに。加藤純一の恋愛講座聞いて。でも俺たちってモテないんだよ、ほんとに。だから、でもさ、ネットとか見てるとさ、女の評価でどんどん下がってくるじゃん。例えばさ、佐野日奈子とかめっちゃ可愛いけどさ、佐野日奈子可愛くねえよなとか言うやついっぱいいるでしょ。それでさ、美人のハードルどん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 上がっていくじゃん。だからさ、私生活にいる女なんて大半がブスになっちゃうんだけど、そんなことなくて。まずは、いや、結婚しなきゃいいんだもん。まずはブスと付き合って、あの、経験値を食べるのがマジで大事だから。あれ、可愛いじゃん。全然可愛い。こんなんで全然可愛い。普通に超可愛い。この、晒さないでくれ涙って。これは自慢。意味ない。普通に超可愛いよ。普通に可愛い。生主やったら絶対人気出る。エミさんに似てるな。エミさんより可愛い。もう自慢は、自慢送ってきたら晒すからな。自慢は晒します。今度、次来たら。お前よ、一通目安藤夏来てよ。お前二通目なんか可愛い女来たら、多分、ハードル相当上がったぞ。ブス選手権左側、小6から中2まで付き合った。小6から彼女いんの?マジで?みんなすごいね。あー、全然可愛い。なんかみんな可愛い子と付き合う可愛らしいよ。ぶっさお前、この人、23で2、ぶっさなんだこのブス。お前いめっちゃいいやつだな、友達になろうぜ。俺、ブスと付き合ってるやつに悪いやついないと思うんだよな。絶対いいやつ、男の顔めっちゃなんか、いいやつだわ。あー、ブス、これは笑えないブス。やめよう、これ、俺の心が痛くなるから、もうやめよう。あの、ちょっとやめよう。今、人類史に例を見ないようなブスが送ってきたから。ちょっとね、笑えないブスが送られてきたから、ちょっとやめよう。もう開催は、これ以上、俺の精神が持たない。誰に似てるんだ?誰にも似てない。ありえないだろ。こんなことってある?誰に似てるんだって、誰にも似てない。いや、片切り入りなんてもう超綺麗な。見たことがない。見たことがない。うん。いいな、みんなも。やっぱそうだよな。そういうやっぱ人とまず付き合ってさ。こう高めていこうぜ。ホンダだって言ってただろう。ホンダだって言ってただろう。まずはこう高めようぜ。こう。そいつに似た女を画像検索で探すの、ちょっとさ、Google、こいつの写真をさ、Google の画像検索やめよう。でもすげえ無視なんだよ、もう。
すげえブスなんだよ。もうこれ以上俺に言わせないでくれ。その件名だけ教えてくれないか。お前もしかしたら自分の彼女かもしれないって、動揺してんだぞ。動揺してんだ。多分お前の彼女だぞ。で、別れるなよ。添い遂げろよ。添い遂げろよ。最後、でも件名だけ教えていけないか俺かもしれない。分かった。お前まずロックオンして。頼む、お前で会ってくれ。お前で会ってくれ。ちょっと待ってくれ。俺はでも伝えなきゃいけない。俺は真実を伝えなきゃいけない。そんな役目だよ。関係ないけど、白素でオクレイマンを作ってみたっていう写真が来たんだけど。これはみんな見せよ。みんなちょっと病んでるな。まずじゃあ待ってよ。そっちの前に、待ってダウンロードしてねえよな。一回消して、白素でオクレイマンを見せよ、みんなに。それはやっぱいいでしょ。でも言っとくけどあれだ。さっきのブスの女は、白素でオクレイマンより最、もう、より嫌悪感を抱くような感じだからな。これ、白素でオクレイマン。どうみんな。白素でオクレイマン選手権をちょっと今度やろうな。今後開催する企画がいっぱい、どんどん出てきました。みんなもこぞって参加してください。白素でオクレイマン選手権。次回やるんで。件名どれだっけなぁ。あ、みんななんか顔から、かわいいじゃん。全然かわいいよ。あー、結構きついな、これ。これ、まあいいや。あー、俺はそんなかわいいと思ってない、いいやつだが。そんなにかわいくないというか、ブスだ。ちょっといいじゃん。俺だって散々な。俺だったらお前たちの彼女のような女の子と関係を持ってきたんだよ。それでいい。それでいいんだ。待てな、件名教えてあげるから。件名はね、俺の彼女っていうタイトルで送ってきてくれない人。もう絶対こいつ二度と俺の配信見てくれないよな。でもさ、そんなブスな女別れて俺にちょっと注意を尽くしてくれないか。俺いい情報今度がどんどんやっていくから、ネタにしてこうぜ今度が、おめえのブスの彼女の。おい、目覚まして俺のとこに戻ってこい。今すぐ。俺のとこに戻ってこい。頼むから。戻ってきてくれ。死んだかもしれない、ショックで。いや、件名は俺の彼女ってやつ。また一人大切な選手が。もう、いなくなったんだけど、おめえの彼女やべえぐらいブスだぞ。いいじゃんだって、そんなの笑えるじゃん。俺の女なんてブスだ、ブス、いいじゃん、ブス、可愛いじゃん、ブスも。で、お前は結構なんかいいやつっぽかったよ。いや、だから、もうやめよ、これ以上。強くなったな。いなくなったし、さらそう。おい、一人で、おい、てめえ、俺の視聴者やめたらてめえさらすかんな、お前マジで、お前覚悟しとけよ。おめえ、あれだからな。おめえ、逆脅迫つかんな。おめえ、もし、俺の視聴者やめたらまずさらすかんな、ほんとに。お前、覚悟しろよ。おめえの顔つきで。もう逃がさねえかんな、マジで。マジで逃がさねえかんな。よし、これで。一人確保した。俺の、四天王をまた一人。親を殺された現場をさ、目の当たりにした人間がさ、感情を失ってクレイジーになってさ、強くなっていくみたいなのがあるんだけど、まさにそれだな。愛する女をブスと切り捨てられて、しかもそいつのそばにいなきゃいけないっていう、俺を意味嫌いながらずーっと四天王として生き続けてくれ。俺の配信で。生き量として。苦行かよ。しかも定期的に俺はネタにするからな。うわ、色つけとけばよかった。おい、あー、ブスの彼氏来たぞつって。お、なんかさ、一個そういうひどいことしようぜ、今度から。なんかルール作ろうぜ。一個さ、ほんとに、ガチなひどいやつやろうぜ。あー、来たぞ来たぞつって。初めて俺のコメントから自殺者が出るかもしれないから、もう、俺とお前だけの、秘密にしとこうな。大切に大切にな。秘密にしてこう。俺が下道にどんどんなっていくかもしれない。
平成1年ってか、だってみんなはまだ知らない。俺と、そいつだけど今。ちょっと待って、Gmail 消しとこう。なんか怖い。なんかの表紙に出ちゃったらマジシャレにならんわ。もう送ってこないで怖いから。シャレにならん。いいもん見た。なんか美人のおっぱい見るより、なんか良かったわ。消しとこう。どんだけ送ってきてんだよ。みんなめっちゃ送ってきてる。あ、なんかかっこいい男なのにみんなブスと付き合ってんな。みんなかっこいいのに。なんで？みんなかっこいい。本当が男ね。本当にかっこいいんだよ。なんでだろうな。みんな男かっこいいのに。もう嫁になりましたが、ブスな私の連れの写真を送ります。あ、でもね、これは悪口じゃないよ。でもお前も結構さ、ブスなんだよ。男の方もね。で、女の子も確かに、あんま可愛くないんだけど、すごいいい雰囲気。本当に。あなたたち絶対なんかもう、私たち幸せですってオーラがめっちゃ出てるから、これは本当に全然いいと思う。全然いいと思う。これなんか素敵な家庭を絶対築くだろうな。絶対あなたは素敵な家庭を築くと思う。これでまだ21歳です。鼻の毛穴が特にきついです。あ、女の子が送ってきたんだ。別に全然可愛いよ。そんなんじゃねえ。お前、さっきのやつに殺されるぞ。お前の7500倍ブスな女と付き合ってる男もいるんだぞ。しかも俺の側近に。お前聞いてんだぞ、この配信。今度からさ、私ブスなんですってやつは、お前俺の、そいつの気持ち考えながらお前コメントしろよ。世界一ブスな女と付き合ってるやつが俺のコミュニティいるんだぞ。実在するんだぞ。お前絶対分かれんだよ。絶対分かれんだよ。肥やしにして生きていこう、二人で。俺と共に歩もう。俺と共に歩んでいこう。自分は下じゃないんだよ。でも男はみんなかっこよかったよ。男はマジでみんなかっこよかった。ブスじゃねえよって言われたくて送ったゴミだろ。あー、なるほど。その、自分にナルシストだけど、まあ、自分に自信がない。対外的な目はどうなんだろう、みたいな。気にしすぎだよ、んな。気にしすぎ。いや、でも、うち本当にかっこいいんだよ。全然かっこいいんだよ、本当に。全然かっこいいよ。男はね。それか、俺が男を見るハードルが異常に低いか。だから男って別にさ、本当ビジュアルなんか正直どうでもいいじゃん。なんか滲み出る何かがあるだろう。にじみ出る何かが。低いのかな？俺男は結構みんな、本当にビジュアルじゃねえなって。年取ってからマジで思うからね。見た目だけでそういうキャーキャー言われるのって20代前半ぐらい。もしくはさ、幼稚な、精神年齢が幼稚な女にしかモテないじゃん。もっと大事なものっていっぱいあるだろう。綺麗事ではなく。年取ってきてから本当に思うじゃん。いや、俺、ツアーハスの顔もすごい好きだよ。マジで。いや、黒人さんとかはめっちゃ、あんな女に絶対モテる。いや、俺別にモコはイケメンじゃないけど、可愛い顔してると思う。別に女にモテると思う。いや、モコをブスって言ったら絶対もっと、あれだよ。世の中の全体のあれが下がっちゃう。全然可愛い顔してる。かっこいい顔じゃないけど、可愛い顔してない？ハコフグ界のアイドル。浩平さんは全然かっこよくない。まずロン毛をやめてほしい。汚らしい、なんか、汚いじゃがいも。汚いじゃがいも。取れたてのじゃがいも。新じゃが。浩平引退したからさ、新じゃがっていう名前で。顔はが、なんか宮里愛ちゃんと、なんか俺に出ない浩平って。で、ごっつごつ。だから愛ちゃんはさ、つるんとしてるじゃん。肌綺麗じゃん、愛ちゃんって。なんか、ごっつごつの宮里愛みたいな。新ギャラっていう名前で活動してほしい。